こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は、薄利多売はリスクが大きいというのをですね、ローコストトラベルという、結構な大手の、旅行代理店が潰れたという記事を読んでね、思いましたんで、シェアというか解説です。この会社ね、利用者11万人ということですから、結構な大手の旅行代理店だったと思います。なんとね、この会社のサイトを見たら、なんかこの軽い感じのページが出てきたんで、これ別の会社かなと思って、よく中身を見たらね、この会社でした。このね、軽い感じのお知らせが、なかなかユニークだなと思ったんですけど、旅行代理店ってのはですね、取引実績をもとに、割引購入、ホテルの部屋を割引購入するとかね、飛行機会社から、席を安く売ってもらうと。で、それに利益を乗せて売るというのが、ビジネスモデルです。あるいはね、単純に、手数料をもらうという場合もあります。で、一つポイントは、どこで予約しても同じ商品ってことですね。どこかの旅行代理店で予約したヒルトンホテルは、ヒルトンホテルですし、特別などっかの旅行会社を使った時だけですね、ヒルトンホテルなのに、リッツにアップグレードされるということはないと。飛行機もね、同じく、どこの会社で予約しても、エコノミーはエコノミーと。どっかに予約するとね、ビジネスクラスにアップグレードされるということはないと。単純に販売個数を多くして、いかに仕入れの割引率をアップするか、あるいは売上を伸ばして人件費や店舗、家賃の固定費を下げるか、利益を上げるためにできることはね、節約中心、売上拡大で経費を下げるというような、ビジネスです。ですからね、薄利なんで、ちょっとしたつまずきは命取り。テロでね、ちょっと売り上げ減ったとか、為替でね、ちょっと支払い増えちゃったというだけで、もともとね、持ってた、たくさんの店舗、あるいはたくさんの従業員の、給料を払って、資金繰りがつかなくなっちゃう。大きなビジネスっていうのは、一見派手に見えますけど、実は非常に脆いというのが言えます。で、ましてね、この旅行代理店というのは、商品はどこで扱っても一緒と、ね、致命的ですね。勝負は、値段しかないと。なかなか儲けにくいモデルなんじゃないかな。儲けにくいモデルだから、大きくはなったけど、あっという間にね、潰れたということが言えます。でね、物販なんかでも、私はね、1ヶ月に10万から30万、固く稼ぎましょうと、ね、いうのをお勧めしてるんですけど、中にはね、年間1億売りましょうとか、ね、月に何千万も売りましょうという勧め方をする方もいます。ただ、これで、物販もやっぱりね、扱ってるものは基本的に誰でも一緒なんで、ニッチなところを選んで、商品の仕入れがめんどくさいとか、ね、目利きが必要だとか、そういうものを扱うんで、儲かると、固く儲かるというのが言えます。で、これね、たくさん売れるもの、他の人でも扱えるものをね、いっぱい売って仕入れ原価を下げるとか、あるいはね、コンタナで送って送料を下げるとかいうモデルはですね、例えば、いっぱい仕入れてね、コンテナでドカッと送ったところで、やはり同じようにいっぱい仕入れてコンテナでドカッと送るね、ライバルが同じ商品を扱ったら、あっという間に値段は崩れます。あるいは、そんだけたくさん売れるもんだとね、利益率を大きくしてしまうと、ライバルに付け入る隙を与えちゃうんで、やっぱり薄利でやってると。ね、利益率がもともと10%のところ、為替が10%動くっていうのはよくあることですんで、為替が10%動いたら儲かんなくなっちゃうというのが言えます。薄利多売でね、大きくなるっていうのは、一見こういう送料を下げるとか仕入れを下げるというのがね、何かすごい強みになるみたいに、うまくいってるうちは勘違いするんですけど、実は同じことをやろうと思えばね、お金がある人だったら簡単にできると。ね、大手だったら簡単に参入できることを強みだと思ってね、ちっちゃいところから、ある程度大きくなったところが、ある程度大きくなって市場が、ね、割と広がってきたなと思うところで、大手にね、負けて撤退していくと。ね、資金繰りつかなくなっても儲かんなくなって撤退しちゃうというのは非常によくありますんで、やっぱり転売の王道というのはですね、目利きが必要だとかですね、仕入れが面倒なものを扱うと。
ニッチ中心に扱うのが転売の基本です。このね、最近なんかね、売上でかきゃでかいほどいいとかね、いっぱい送るのがね、素敵とかいう、まあ、風潮がちょっとあるんで、そういうのに惑わされずですね、副業でやってる方、あるいは本業でやっててもですね、月に100万も儲ければ十分だという方は、変に人を使ったりね、たくさん商品を送んなきゃいけないビジネスモデルにするよりも、利益率の高い商品をね、いかに増やしていって、目標の金額まで到達させるか。まあ、一人でできて、商品の総量もね、気にならないぐらいの利益が取れる商品をいかに見つけるか。まあ、そっちに絞った方がですね、何しろ逆回転、ね、為替が、都合の悪い方に動いたとか、ライバルが出たとかいう時のダメージが全然少なくてね、まあ、いつでも復活できるんで、おすすめです。薄利多売でね、たくさんの在庫を持って大量に送る仕組みで稼ぐと、一旦崩れたら、まあ、大抵の場合は、まあ、ほとんど修正不可能で、まあ、そのまま今までの儲けが吹っ飛んで終了します。そんなわけで、慎重に、でも、効率よく儲けるというやり方はですね、なかなか加減が難しいと。で、意外に難しいようで簡単なのはですね、薄利にして売り上げを大きくしてね、やっていくのが意外に簡単な気がするんですけど、簡単なだけにね、あっという間にライバルが出てきたら簡単に崩れるというのをね、この大きくなった旅行代理店が潰れた事例で、まあ、ありがちな話だなと思って、シェアさせていただきました。何しろ、転売は、利益率が高くて、目利きが必要、仕入れはめんどくさいという商品を扱うようにしてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。